見破ったな。ならば力ずくで済ますのみ。人間の分際でひとまず本体に戻るとしよう。少し命が伸びた程度で得意になるなよ。階段の先に強力な悪魔の反応を感知、注意してください。これより先へは行かせぬぞ。我らを生み出せし、ティアマト女神のもとへは。我が全ての力により、貴様はここで果てるのだ。このアスラの真の力。大地の慈愛と憤怒の力を持つこのアシェラトにより消えるのです。私たち悪魔は地の求めにより地に向かっている。地を汚染し多くの命を絶やさんとする諸悪の元凶、人間を殲滅するために。
死に力を取り戻すためには悪魔の力、破壊の力が必要なのです。いいえ、悪魔ばかりではありません。もし人間の中に大地に姿を現した時の気高さを種として宿しているものがいる、悪魔たちが地にあふれた時、彼らはその種を芽吹かせることでしょう。美しき力、再生のための破壊の力を。悪魔と力ある人間とで、地はあるべき姿を取り戻すのです。そう、破壊とは地上に美をもたらす力なのです。醜い力、醜い霊よ、何も変えられない言葉を吐くのですね。私の目の前にいることすら実に汚らわしい。さあ、逃がしはしませんよ。ティアマと女神の滑るこの地で、お前はひとかけらの思いの種に帰るのです。チャンスだ。戦局を変える。
召喚。破壊の目的。チャンスだ。強さ、美しさが、ティアマトよ、母よ、危険な人間が今そこに。我が子らを倒すとは、もはや我が報いを受けるより他の運命はお前には許されぬ。その身もその霊も首に殺してくれようぞ。カイカより強いエネルギー反応を感知。こちらアーサー、あなたの悪魔アシェラト撃退を確認しました。ミッション3体の悪魔を撃退せよの終了を認めます。その先にはこの悪魔たちを生み出していたティアマトという悪魔がいるみたいね。きっと強大な悪魔よ。コンタクト時は万全の戦闘用意を怠らないでね。
スキャナ発動。強力な悪魔の反応を感知。注意してください。フォローしろ。
母の産屋を騒がす思い上がった人間どもに滅びあれ。我が送りし悪魔らを討ち、忌まわしき人間どもに。我ら悪魔は人間の知らぬこの地に種として眠り、時を超えて増されている。しかし悪魔には人間の資源とつながる因があり、人間どもの暗き資源がこの地に流れ入り、悪魔の形を変え力を変えるのだ。我らはこの地に造された種なれど、とこしえに眠るのではなく、人間の罪、人間の過ちが大きくなり、暗き思念が増すほどに我らの力は増し、そして芽吹くのだ。腹はいくらでも生み出すぞ。芽吹きよ。
どうじゃ。母に逆らえて、主は何をしようと。我だけではないぞ。必ずやその滅ぼし。気に食わないね。こちらアーサー。
ティアマトからエキゾチック物質を回収したようですね。ミッション、フォルナクスのエキゾチック物質の終了を承認します。では速やかに帰還してください。あんなに強い悪魔ティアマトを倒すなんて、さすがね。ここは無数の悪魔が眠る場所なのね。きっと私たちに理解できるそれ以上の悪魔が。このままにしておくわけには。あれはゴア隊長。ティアマトは死んだ。母が消えた。またこれで気の流れが変わり、私が流れる先も変わる。ああ、私は何者で、何が私を待っているのか。ゴア隊長はあんな風にシュバルツバースをさまよってるのね。何の目的もなく、哀れだけどもはやどうすることも。エキゾチック物質を確認、受領します。ご苦労でした。これは動力班に回し、新セクターへの航行準備を始めます。これが2つ目のエキゾチック物質になるわけね。アーサーが予測した通りに任務が進行してるということで、それはいいことではあるけど。そいつはつまり、あの謎の三生命体による情報が嘘ではなかったということでもあるな。希望が見えたのかもしれんが、いいように遊ばされてるのかもな、あの化け物たちに。シュバルツバースの中心にメムアレフというのがあるという情報も正しいのかしらね。いつになればそこにたどり着けるのか分かりもしないけれど。なんとも足元のおぼつかない話だな。科学の粋を集めた調査隊という威厳はどこへやらだ。こんな俺たちだ。誘導はしっかり頼むぜ、アーサーよ。進むしかない。不遇の調査隊だな。それでアーサー、どうやって新セクターへ行くんだ。新セクターへはエリダヌスへ戻って、そのままバニシングポイントに入り移動します。連続ジャンプによって新セクターへと侵入するのです。またあの三生命体に邪魔されなきゃいいがな。安全な航行を頼むぜ。
このフォルナクスは無数の悪魔の種が蓄えられていたけれど、次に行くセクターもきっと強大な悪魔の力が潜んでいるんでしょうね。新セクターへ向かう前にいくつか報告事項があります。まずヒメネス隊員の処遇ですが、検査の結果が思わしくありません。当面任務を外します。必要なら無期限睡眠に入らせます。ヒメネス本人は強く任務への復帰を求めていますが、彼の行動をコントロールできるかは少し疑問です。またジャック部隊の基地に突入した時みたいな勝手な行動を取られても困るしな。その突入のことですけど、何でも勝手に侵入したバガブーとかいう仲間の後を追って仕方なく行ったようで、ヒメネス自身の意思によるものではなかったようです。もっとも今となってはどうしようもないことですけど。いたずらな運命に翻弄されたな、ヒメネスも。次に旧ジャック部隊についてですが、コントロールは順調に推移しています。もしかするとこの調査隊に何らかの技術的貢献をもたらすかもしれません。全体制で収集された物質や捕獲された悪魔などの処遇についてもレポートを指示しています。あいつらにも多少の自治権が戻ったわけだが、ま、迷惑かけなきゃそれでいいかな。報告は以上です。新セクターへの侵入準備に移りましょう。次なるエキゾチック物質の探査に向かわなくてはなりません。各クルーとも所定の配置についてください。連続スキップは成功です。新たなエキゾチック物質がバニシングポイントを返し、未到達だった領域へと誘導しています。当艦は無事に新しいセクターに着陸しました。各クルーとも任務の準備に移行してください。観測班はフィールド状況報告を。この領域ですが、セクターコード G、グルースを発行します。観測班です。艦外の様子、ディスプレイに送ります。この景色、見覚えがあるぞ。こいつは、セクターアントリアじゃないのか。確かにそうにも見えるが、アントリアとは違わないか。あそこはもっと燃えてたぜ。ここがアントリアだなんてありえないわ。レッドスプライトは全く異なる時空座標にいるはずなんですもの。奇妙な予備調査のデータが入っています。このアントリアに似て非なる光景も奇妙といえば奇妙なんですが、フィールドのさらに内部からは全く異なる構造体で構築された領域があるようです。つまりアントリアのように見える領域もあれば、そうでなく全く別の見え方をする領域もあるのではないかと。複数種モザイク的なフィールドが広がっているという予測です。
一筋縄ではいかないセクター構造のようです。フィールドでミッションに当たるクルーは十分注意してください。セクターグルースの簡易観測ですが、他の空間と比べ質量が不安定です。蜃気楼のように不安定な存在であるものが何かのきっかけで実体化しているようです。現在着陸している場所は比較的実体化が進んでいる箇所となります。どうも随分と怪しげなセクターのようだが、もう何が起こっても驚かねえな。調査隊の一員としてやるべきことをやってればいいんだよな。ここにもあるんだろ、エキゾチック物質っていかついのがよ。でもエキゾチック物質で移動しても地上には戻れなかった。私たちは不確かな情報に踊らされてるみたい。脱出なんてもう信じる方がどうかしてるのかもね。そんなことはみんなわかっている。不安を煽るようなことは言わないでくれ、ゼレーニン。任務継続に支障をきたす。指揮にだって関わるんだ。ごめんなさい、また言葉が過ぎたわ。ただ私は不満なのではなく、別の方法もあるんじゃないかということを言いたいと思って。司令コマンドとしては現状通りエキゾチック物質調査を最重要ミッションとして提案します。これはエキゾチック物質が脱出の可能性というだけではなく、シュバルツバースの中枢であるメムアレフに実際に近づいている可能性も考慮してのことです。ここからは完全に推測となりますが、シュバルツバースの中枢と思われるメムアレフを破壊することでシュバルツバースを消去することも可能なのかもしれません。シュバルツバースを破壊だと？できるのか？それが一度失敗してることだぜ。外側からは失敗だったけど、この内側案もどうかしら。とはいえ久々の明るい情報で嬉しいぜ、アーサー。破壊する方法も不明だし、攻撃目標すら捕捉できない。危険度だって特永久。全て推測の域は出ないとはいえ、それでももう一つの可能性が出たわけだ。どちらにせよエキゾチック物質なしにその夢も見れないってことだな。探索任務は了解だ。クルーの扱いが上手くなってきたな、アーサー。このシュバルツバースを破壊だなんて、無理なおとぎ話でやる気を出させようなんてのは。それを任務をサボる口実にしないでくれよ。ただでさえジャック部隊の監視だなんだで人員が不足しているんだ。気持ちはどうあれ任務に励んでもらわなきゃな。でもシュバルツバースを破壊したら地上へは戻れるの？私たちの命はどうなるの？落ち着けよ。そんな起こるかもわからない想定でオロオロするな。それよりもシュバルツバースでいかに死なずにいるかを考える方が現実的だぜ。希望も定まらない状態ね、私たち。人間であるあなたたちには情緒のコントロールも求められます。どうぞ冷静に状況を把握し任務に当たってください。ではエキゾチック物質の調査を最重要ミッションとして発令します。ではあなたたちの良い報告を期待します。うん。
確認する？そうね。あら、治療成功よ。なあ、よ、待っていたぜよ。おお、そのフォルマ実にいい感じぜよ。なかなか面白いデータが取れそうだ。どこで手に入れたのかは知らんが、それはきっと貴重なもんぜよ。な、サブアプリの製造準備バン。お、早速新しいものを。聞きますか？ところで、聞いておくか？おい。
デモニカを探索モードに切り替えます。来たことがあるようで来たことがない。どうにも紛らわしい場所だな。俺、君の悪い光景だね。嫌な色彩だな。奥にはまた別の光景があるって言うんでしょ。変なところに迷い込んだりしないかな。なんか不安になってくるな。おい、弱気も俺たちの敵だぞ。気をしっかり持って任に当たってくれよ。何か物足りないと思ったら、うるさい奴が一人いないのか。いなきゃいないで調子が出ないもんだな。ああ、姫ですか。まあ仕方ねえよな、あの状態じゃ。仕事の割り当ては増えそうだが、しっかりやってこうぜ。勇ましいゼレーニン注意も迷わないようにな。進むしかないものね。地上に戻る方法を探すにしろ、別の道を探すにしろ。